お出かけ好きの家族が運営するスタジオミムラが、今回は新宿伊勢丹で行われているメイクアップパーティーに行ってきました。最初に少しだけ会場での様子をお届けします。また最後に購入品の紹介もしておりますので、よかったら最後まで見てください。本日3月16日は三越伊勢丹アプリ会員特別招待日で、明日17日から21日までが一般会期となります。では購入品のご紹介です。まずはコスメデコルテです。買う予定はなかったのですが、フェイスパウダーがもう少しでなくなりそうだったので、イベント限定の特典もあるということでしたので購入しました。こちらはフェイスパウダーを購入するとミニサイズがプレゼントでいただけました。このサイズは持ち運びにとても便利なので、プレゼントにいただけてよかったです。続いてアイブロウジェムです。一色で立体的なグラデーションができるとのことで購入してみました。イベントで刻印が無料でしていただけるとのことでしたので、お願いしました。化粧水のサンプルと、4月16日から新しく販売されるファンデーションのサンプルをいただきました。続いてディオールです。ディオールではトラベルミニパレットとリップ、アイシャドウを購入しました。ですがアイシャドウは遅延しているとのことで、後日受け取りに行く予定です。こちらがトラベルミニパレットです。クリスチャン・ディオールのロゴをまとった赤いケースに入ったパレットはとても可愛かったです。こちらがメイクアップパーティー限定品のルージュ・ディオールバーム846番、コンコルドサテンというカラーです。抜け感があり、春にはぴったりのリップです。こちらはサンプルでいただいた化粧水です。こちらはある購入金額以上で美容液やマスカラ、マスカラ下地、リップなどから1点選ぶことができました。私はその中から美容液を選びました。続いて私の大本命のスックです。チークはすでに完売しており、残念ながら
購入できませんでした。しかし、こちらのキットは購入できました。人気のアイシャドウパレット、シグニチャーカラーアイズの限定色が限品サイズで入った小フレになっています。こちらは透明感のあるブラウンのオリジナルポーチです。こちらがキットの中のアイシャドウです。ラベンダーやピンクが春夏にとても使いやすそうで、メイクが楽しみです。こちらは限定色のリップグロスです。こちらのリキッドリップは私の好みの色でした。サンプルもいただきました。続いてトム・フォード・ビューティーです。フォードビューティーではこちらの会場ではなく1階の店頭にて購入しております。こちらはアイ&リップキットです。コニャックローズのアイシャドウパレットとミニリップがセットになっており、ゴールドブラウン系のアイシャドウで普段使いにも良さそうです。続いてこちらのリップはカサブランカです。少し青みがありますが、とても可愛いお色味です。こちらは春にぴったりなファシネーターです。こちらも定番商品として通常サイズは販売されております。こちらはミニサイズでとても可愛く、高級感もあり、持っているだけで気分が上がります。また今月誕生日でしたので、香水をプレゼントでいただきました。こちらは MI カードプラスの会員来店特典になります。イベント開催中、イベント会場にて三越伊勢丹アプリのクーポンを提示し、 MI カードにて1点3300円以上お買い上げの先着800名様に、さまざまな化粧品ブランドのサンプルとポーチがプレゼントされます。こちらのイベントでしか手に入らない限定品や先行販売品がたくさんありますので、ぜひ行ってみてはいかがですか。
今回も動画を見てくださりありがとうございました。